本日は、新型感染症専門家会議第37回を行わさせていただきました。おととい一昨日この会議やらせていただいて、今日もということで今週2回目になります。11日で、このまん延防止等重点措置が切れる中、今後どうするかということで3点諮問をさせていただきました。1点目につきましては、今回のまん延防止等重点措置について、これを延長するということ、そしてその対象については、現在のさいたま市並びに川口市についてはこれを延長するということ、これが1点目の諮問内容でございます。それから2点目につきましては、私の方から先ほどちょっと申し上げましたけれども、実は前回15の市町から2つの市に変えたにもかかわらず、変えると13市町がいわゆる措置区域外になりますけれども、この13市町の中でも実は増加をしている市があります。それが和光、富士見の、そして朝霞の3市であります。でここにつきましては後ほど申し上げますが、東京都由来というんでしょうか、東京都で感染をした可能性が高い、こういった陽性者が多く含まれている中、必ずしもその市内で例えば飲み屋でとかそういった話では必ずしもないんですけれども、しかし増えている中で、これをどう扱うかということで、諮問の内容としては、当面はこの例えば3市を含め、追加を先ほどの川口さいたま市にするつもりはないけれども、そこについては本来のまん延防止等重点措置の特徴である弾力的な活用をさせ運用させていただいて、これ以上陽性者が増えた場合にはこれらの市についても、これは3市に限りませんについても、迅速に措置の拡大をすることについてが2点目であります。から3点目は、本当はお示しできるといいんですけれども、東京由来というんでしょうか、これ一番感染経路で多いのは家庭内なんですけれども、先週今週とこの2週間にわたって家庭内感染に迫る勢いで都内での感染者が増えている。このため東京都との往来を今後、東京都だけじゃありません、失礼しました、県境を越える往来について強める、ワーニングというその警戒を強める必要があるのではないか、こういったことをこの3点について諮問をさせていただきました。で先生方からは基本的には3点とも全て賛成というご意見でありました。1点目の川口、埼玉の両市については実は意見はありませんでした。その通りですねで終わりでございます。から2点目については3市に限定することなく、今の状況を見ていると、いわゆるワーニングというんでしょうか、警告を出すことは極めて大切である、そして柔軟に対応することは必要である、こういった話でございました。また東京都における状況を多くの先生方は極めて深刻に考えており、1都3県においては明らかに増加に転じて、そこに埼玉県もこれまで落ち着いていたのに加わったということで、他の国の会議に参加している先生もおられますけれども、そういった方々も全体として国も非常に緊張感を高めている状況であるので、状況を注視するべき、これに加えて、諮問事項はこれだけであります。これに加えて先生方からいくつかの意見の交換が行われて、例えばデルタ株の評価をどうするか、デルタ株の評価についてはどうも感染力は高いということはその通りだけども、国外の論文等にあるように重症化や死亡率が高いといったことについてはまだ判断を下すのは早いのではないか、埼玉県の場合には独自にいろいろ検査しているので、そこをしっかり見てほしいと、こんな話だったですかね。私の方から以上でございます。幹事社の埼玉新聞です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。新たに追加されることを検討されている3市についてどのような内容になるのか、可能な範囲で教えていただければと思います。
追加考えていません。3市についてはそういった状況があるけれども、どのように考えるかで、諮問内容としては追加をするというのではなくて2市にとどめて、ただしこれ以上また増えたときには措置区域にこの3市だけじゃなくて柔軟に含めるということを考えていくということであります。分かりました。あと東京都が原則酒類の提供を自粛をすることを要請するという報道がありましたけれども、その東京都の影響の大きさを鑑みてこういったことに足並みを揃えていくというような考えはあるでしょうか。ここについても実は私の方からあくまでもまだ報道ベースということで先生方にお伺いをさせていただきました。先ほど申し上げた措置区域においては実は1人もしくは家族という埼玉県の場合極めて厳しいし、つまり他人に移さない、同じテーブルでは少なくともそういったその措置が飲食店においても行われています。お酒の提供があるなしに関わらずですね、そういったすみません、お酒の提供がある場合には失礼しましたという状況に置かれているので、我々としてはこういった厳しい状況を措置区域で行っていることについては東京から流れてくることを最小限にすると考えていますし、先生方も基本的には同じようなご意見でありました。ただしそれも含めて先ほど申し上げた措置区域を柔軟に拡大するということがそれについては前提となるということでありますので、川口と埼玉市だけではなく今後は柔軟に考えたいと思っています。ありがとうございます。もう皆さん質問があればお願いします。どうぞ。すいません、NHK です。要請の延長の要請ですね。あ、そうかそうか、それ話せんか、受け止めというかいただけますでしょうか。失礼いたしました。報告が遅れて17時45分でしたね。埼玉県の方から国に対してまん延防止等重点措置の工事の延長を1ヶ月程度行うことを求めるという要請文を発出をさせていただきました。なお措置等の中身につきまして、あるいはその措置の対象区域については今後ということに、今後その国の基本的対処方針に基づき決定をされることになりますので、それについては今日諮問した内容は申し上げましたが、最終的な決定については皆様方にご告決定をしてからお伝えをさせていただきたいと思います。発出をまた再度、要請することになったことについての受け止めもいただきます。正直極めて残念です。我々もちろん毎回今回で終わりにしたいというふうに思っているし、可能な限り通常の経済社会活動を早く実現したいと思っていることは事実ですが、特に今回は埼玉県おかげさまで高齢者等に対する措置が非常に措置など、あるいはその早期のクラスター介入などが今功を奏している、あるいはその検査数の多さ、あるいはその疫学調査の、しつこくやっているといったところで、その1都3県の中でもこれら その指標、特に陽性率とか、それから重症化率とか、それから疫学調査を行った結果のいわゆる、経路不明者、こういったところがガクッとまず下がってきました。で他県と随分差がついてきて、その後に陽性者も今度それを追うように下がってきたというのが我々の認識でもあり、先生方もこれはすごく強くこれはいつも評価していただいてますけども、こういった状況ができてきたので、埼玉県に関して言えば可能な限り早期になんとか抜けられるんじゃないかという、淡い期待もありました。ただその一方で裏腹に東京、今日も実はすみません、本当はお見せしたかったんですが、東京と密接な関係にあるので、東京がやっぱり増えると我々増えるっていう状況は残念ながらこれ宿命的にあります。ただ4月頃まではだいたい埼玉県は東京の陽性者数の3分の1から4分の1、人口あたりでいうと、2分の1から3分の1っていうんでしょうか、要するに全体で絶対数で3分の1から4分の1だったのが最近5分の1から6分の1に減少しています。つまり東京があっても一定程度の影響にとどまってきているということがあったので、なんとかと思っていましたけども、残念ながらこのような状況に至らざるを得なかったのは極めて私としては残念でありますし、申し訳ない思いでもあります。どうぞ。
聞のインタです。終点確認させていただきます。要請期間を1ヶ月程度にした理由 と、理由をまず教えてください。要請期間に関しましては、1ヶ月程度にすると正直そのお盆にかかることお盆の手前かになって昨年でいうと増える直前昨年と同じであればですねといった状況にもなります。その辺は極めて微妙なところが私もあると思ってはいます。ただ先ほど申し上げた通り埼玉は今のところまだ一つの指標を除いてステージ2ですし何とか下げて早く出したいという思いとそれからあまり短いと全体が見れないという思いのやはりその折衷案という点ですがその間を取って1ヶ月程度にお願いをさせていただきました。延長を要請する理由として確認なんですけれども、要請者数がこのところ増えているというところでよろしいですか。ごめんなさい。要請者数が増えているというのはあくまでも指標であって我々は感染の拡大が残念ながら抑えられていないというのがやはり一番大きなところであります。その中の一つとして陽性者数特に最近では病床の占有率も病床を増やしてにもかかわらず増えてきていますのでこういったところがございます。最後に飲食店 の飲酒の関係なんですけれども対策本部会議近々あると思うんですけれどもそこで決定することだとは思うんですが県としては例えばその認証を受けているような飲食店に限っては現状のまま維持するとかそういった考えはあるんでしょうか。措置内容については先ほど申し上げた通り政府の基本的対処方針を受けてから決定をいたしますのでそこは近く本部会議を行った時点で皆様に正確にお答えをさせていただきたいと思いますが今日の諮問で先生方のご意見としてという意味ですけれどもでは埼玉県の場合には先ほど申し上げた一人でなおもしくは家族等の極めて厳しい制限も敷いている中おっしゃるように認証店で一定の条件現状の条件で飲酒をできるようにする一定の条件でですよことはある程度許容できるのではないかという意見が多かったという状況であります。ありがとうございます。あと時間なくお一方ぐらいで読売の聞こえてますよ。大丈夫ですよ。すいません金山です。由来が感染者の中で、今多くなっているという感覚なんですけれども、なぜ東京由来が多くなっているのか、テレワークが例えば元に戻ったとか、その通勤者はもともとある程度行っている人もいると思うので、なぜこの時期に東京由来が多くなっているのか、どのように捉えているのか教えてください。これはあくまでも推測の域を出ません。因果関係というのは正直我々いつも申し上げてますけれどもなかなか因果関係を特定するというのはなかなか難しいんですがただ状況証拠状況で見える証拠だけで申し上げるとまず第一点は緊急事態宣言が東京で解除された後に実はそれまで東京の人出なんかガクッと下がっていたんですが緊急事態宣言の解除の特にゴールデンウィークの頃からですかね実は逆転現象でですね緊急事態宣言の解除の前か直前ぐらいですかねから実は埼玉の方が東京とほぼ同じになってきてるでその後今度は東京の繁華街の方が埼玉を追い越して人出が出ています。そういった意味ではやっぱり緩みという言い方が正しいかどうか分かりませんけれどもそれまでの緊急事態宣言の頃に、皆さんが自粛していた割合っていうのはやっぱり相当減ってると思います。で今回中身を見るとですね単純にもちろん職場で感染したというのもある職場の感染が疑われるのもあるんですが実は職場の方とお昼ご飯などを含めた会食ですね、もうが実は割と増えています。でそういったその何て言うんだろう今まであんまりなかったパターンあるいはその、緩みっていうと言い方がいいかどうかは別としてもですね少しやっぱり東京で感染をするような機会が制限される度合いが緩まっているのではないかというふうに思っています。はい、では終了させていただきます。ありがとうございました。お疲れ様でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。どうもお疲れ様です。お疲れ様。小籠包でも作ってそうな
お疲れ様でした。ありがとうございました。49から45分で、はい、はいはい、すいません、はい、ありがとうございます。じゃあまた明日時間分かったら、はい、ご連絡させていただきます。ありがとうございます。ありがとうございます。外れたというか多いという方向だけで別にその決めてるのもないところまで